おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。前回、日本全国アナウンスステーションを使って、立体タワーのレイアウトを作ったのですが、全面展望を取り忘れてしまいました。ということで、今回はもう少しレイアウトを拡張して、全面展望を取っていこうと思います。では、行きまーす。今回は 180×360 の大きさでレイアウトを組みます。自動ターンアウトレールを使って外周も行けるようにします。それでは、中のレイアウトをつなげていきます。今回は、立体タワーを登って、向こう側のレイアウトの中に橋を渡して戻ってくるような、複雑なレイアウトを組んでいこうと思います。橋部分はとりあえず2倍直線レールでつなぎました。少しだけレイアウトのつなげ方を考えます。各階ごとにレイアウトを敷いて、たくさん車両を走らせられるように、することもできますが、走行距離を稼ぐために、橋を渡って、地上まで下ろして U ターンしてから、また登っていくような、レイアウトを組んでいこうと思います。立体レイアウトにはまだ他にも車両を走らせたいので、適当な鉄橋を設置します。こちらの鉄橋にも行ったり来たりできるようなレイアウトを組んでいきます。8の字ポイントレールと、坂曲線をつなげて U ターンできるようにします。反対側の立体タワーにも、8の字とターンアウトレールで U ターンできるようにします。その下にさらに別の車両を走らせたいので、U ターンできるようにしたらレールを伸ばします。外を通ってまた中に入れて外に出すようにレールをつなげます。ここからは2回分上がらないといけないので、坂曲線と坂レールを使ってレールを伸ばします。この2つの間に曲線を入れて急な坂にするのを防ぎます。U ターンできるようにつなげればこれで完成。さらに高いところに外周のレイアウトと球体を設置し、最後に踏切などの造形部品を入れれば完成になります。どうでしょうか？迫力のある立体タワーのレイアウトです。しかし、プラレールは理論上は繋がっていても、いざ走らせると引っかかったり脱線したりするので、実際に走らせてみました。その結果、こちらのレイアウトには2箇所の問題点が出てきました。まずは機関車基地とターンアウトレールを直で繋いでいるところです。これはカーブから来る車両が引っかかるので、2分の1レール分横にずらしました。続いて鉄橋のあるレイアウトの8の字ポイントレールのところです。繋げ方によっては、ポイント部分で脱線するので、一度下に下ろしてから U ターンできるようにレイアウトを組み直しました。8の字はポイントを動かさないように、レールを組むのがコツなんですよね。やっとレイアウトが完成しました。8個の車両が同時走行できるので、早速走らせてみましょう。
人の